はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ドラミです。中堅。ここからね、やっていこうかなと思います。よろしくお願いします。まあ、今回なんといってもね、森、キャッチャーと、天才が来たのでね、はい、やっていこうかなと思います。久保田くん、15歳。こいつを育てることを、こいつを育てて甲子園を目指そう。いや、負けたら終わりの甲子園って怖いね。やべえ、ダメダメでした。毎世代毎世代違うからね、投手力やばすぎんだけど。なんだこのバランス型。ミート打ちと、きつ。ミート打ちとストレートって、相手のストレートって相性悪いんですかね。塚本、その防御率の凄さを見せてくれ。ナイス。1年生か。再現してるのはすごい。いやー、きつ。なに、こういう時塚本のあれだけがいい。地球痛いよね。スタートランナー二塁。こわ。よし。オーケーナイス。三塁。さあ、ここは精密機械ばりのバットコントロールを発揮するか。いやー、それつらいよ。これでツーアウト。さあ、持ち前のくせ者ぶりを発揮するのか。きついよこれ。いや、くせ者後に使った方が良かったか。意外性もったいねえな。抜けろー、ナイス。勝ち越し。怖えよ。この回20点取れ。今何の大会ですか。今夏の大会です。夏の大会、地区大会決勝です。浅い試合がない。パピスは飯後ですかね。おかりっす。アフロイカリじゃないですか。いやー、でもな、低めかな。いやー、同点つらし。いやー、稲尾はちょっと調子普通なんで怖いっすね。変えた方がいいかな。バラですよりこっちの方がいいな。よし、抑えた。OK、ナイス。ノーアウト二塁、やめてくれ。そろそろ稲尾様から作っときた。最後まで白熱ですが。怖すぎですね、これ。なんだこれ。取れないっす。ホイス、いってらっしゃい。ベスト4くらいかな。最悪、稲尾がいるのはでかい。コンドラース、ナイス。どうも、コンドラース、いらっしゃい。いや、頑張れ。1年から使った方がいいじゃないんですか。天才。天才、1年から使ってますよ。セカンドがすごい。よし、これはでかい。流し打ちにかけようか。あ、でも引っ張りかな。落ちろー、ナイス。ふまだ変わってないよね、キャッチャー。一進一退の攻防、ここで決める。ランナーいるから一塁方向に。
盗塁するしかね。ナイラオッケー。明日の新聞の一面に載りますね。一面どっちあう。熱戦ですね。どうもお帰りっす。ナイス。稲尾いるんですか。稲尾います。テンションおかしい。ふう。ラミーズ今日いいっすね。決めよう。頑張れ。ああもう。全然好きなかった。もう頼むわほんま。お願いします。ワントスクイズで勝ったな。よっしゃー、甲子園ナイス。やばすぎでしょ、なんだこれ。4回ぶつけられた。危ねえ。甲子園大会出場決定しました。ありがとうございます。ナイス。岩井がうちの4番だよ。効果もいいナップなかなかに強いですよ。山梨勝ったらベスト4。選手の強いのもあるけど、一番は名采配をしているドラミシだ。ありがとうございます。去年のミルトン監督は名采配してたけど、ええわやめろ。ドラえもんの声で効果を歌ってください。ええわやめろ。はいはい。いや普通にやばい。ずっとわらわら。やべえやつ、わら。これはラスボスか。JX。3番やばい。風。ついに格上くらいの風の発揮だな。向かい風4メートル発は。向かい風4メートルだったか。風があった。ファールファールファール。いやー、えげつねうわ。あと俺の EGM 室。多分どうしようもねえわ。総合力 A、これは名門級やわ、わら。相手投手1年生だぞ。投手戦アーチもいい。こんばんは。バントはきちいよ。 SA やめろ。なんだこいつ。セーフティかよ。準々決勝から上は A だった。ゲノム大学思い出した。セーフティスクイズとか化け物かよ。セーフティスクイズしかも2ストライクから。セーフティスクイズとかやめろ、わら。ナイス発進。いい試合だ。岩井もお前もか。相手一郎急にやめて。前の試合1球得点の打線が公立校の1年に8回まで0点で抑えるシュート回転にかけるか。魔物探そう。魔物持ちはまだか。ピップ1球。いやきついなこれ。ボールは痛いな。変えるか。魔物なしか。魔物探そうか。早いな。うわあ、ここまで1安打。どんだけ強くても苦戦するんやな。1年生で1号1キロかよ、わら。1安打、わら。ファイト。代打は堀江。負けがましょう。来た。防御率、わら。また1年かよ。甲子園来とるやん。魔物、俺が出たら負けかなって。魔物持ちの代打欲しい。バッターは代打。任されてる。さあ持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。余裕やん。からの1安打で完封負けは草。来た。コメントをスキップします。来た。わら、オーバーバー、三角オーバーバー。抜けてくれ。魔物誘いて。よし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 。代打の代打の代打、わら。このタイムでは1。こんなに来た、わら。わちゃった。バットに通ってな、意味がない。勝ちやろ。勝ちたい。オッケー、ランナー食べていく。わら。いいぞ、いいぞ、いいぞ。流れ来てるね。来たー。まだいける。セカンド、わら。こっからが、ナイス！こっからに来たらすごいや。魔物エンドラン。いいぞ。いける。あそこ。ナイス！ナイス！ナイス！さよなら！魔物つえ。マジかこれ。満塁からのヒット、さよならヒット。やったぜ。やば。なんだこれ、神ゲーじゃねえかおい。
なんだこれ、日本一取ってくるにはドラミンズ。よし行こう。これじゃアニメの言葉がいらない福岡だって。ドラミン高校は奥上司、こわ。日本高校は新学校だから上司。ドラミさん君は2018年まで栄冠ラインやりましょう。えげつねえやろこれ。ほぼ正六角形じゃねえかおい。行きます。次は直球かな。コメントをスキップします。怖いね。今のアウトか。さっきのアウトだって。負けたら強豪に落ちるかもしれん。あかん。審判白い。 A ランクでもこれは弱い方じゃん。よっしゃー入れ。ナイスホームラン岩井です。決勝戦でホームラン持ってるわこいつ。見切れたとしよう。オッケー、ナイス。1点取られたか。2017やと取れなく投手を信じましょう。投手を信じ、この1点差を守りたいでやる。守る点を視野に入れましょう。ドラミーピッチャー1年だと。いやな、足打ちかな。稲尾がいる。ええ試合しとるな。来たこれ。これは勝ったんちゃう。魔物のよし出番か。魔物のタソよし。コメントをスキップ。よし出しったー。魔物のスター。コメントをスキップします。コンドラです。いやどうもコンドラしてらっしゃい。コンドラやばいねこれ。未知の事象だと。魔物のスター。これでいけるやん。コンドラです。よっしゃーナイスヒットー。魔物発動してねえけどナイス2点。よっしゃー落とさないんか。ショートが弱えぞ。効果継承や。あーこれは痛い。落ちとせいに落ち。稲を射て遊撃不安。ショートが不安。選手監督がテンション高いです。2000ナイスアウト。応援中やべえやつ。稲を来たコメントをスキップします。ここで神様稲尾さん、なあ伸びきた。あったし頑張れ絶叫わら。やべ守備を任せろレアミス。デラプレイを心がける高校野球で落ちとせいがないやろわら。コメントをスキップします。きつい。あとコメントをスキップします。今度は打たれなければいい。稲尾くん頼むで。やべに任せるでヤンキー。頼む。力を未定に優勝。抑えてくれ。ゆきのちゃんいるよ。やべ。抑えてくれ。監督の効果くそやナイス。きっと抑えろ。よし。オッケー。よっしゃー。使うチャンスが来た。見えてきた。あと1回。よし。あとアイコちゃん。抜けろ。よっしゃー。ゆきのちゃんいます。3回目。そして全然しましょう。最終回。ゆきのちゃんいるね。押し押し。森さん帰るわけにいかないね。いい絵文字。まだまだ終わらんよ。おう。これは天才。いけえ。岩井くん絶好調。いけえ。久保田打ち組や。いけえ。なあ抜けない。ナイス守備だわ。久保田ももかよ。わら。三塁打でサイクル。よう押し。こっは岩井、行くぞ。行ける行ける。天才もあんだかよ。久保田大当たりやな。これ微妙かな。今度ラッス。いえ、矢部の守備固めで雪乃ちゃんです。あ、そっか、矢部の守備固めで雪乃ちゃんだね。いるね。忘れてた、ありがとうございます。抑えろ、おう。みんな衆なれ。雪乃ちゃん忘れてたわ。行け、え。いや、これはでかい。あと3つだな。3個かの。さああとアウト3つや。抑えるんじゃ。ドラミさんの栄冠ラインはまだまだこれからだ。いの王甲子園決勝の9回裏は何かが行くしかねえな。抑えろ王。神様稲尾さん、稲尾様頼んます。あと3つ。二刀流で打撃強い子は投手能力好きですか。ナイス。投手能力、投手が強かって野手能力が強かったんでね、二刀流にしました。頼むぞ。四号ガンとエースが2年というジョーク。優勝で高評価。コメントをスキップします。稲尾いけるぞ。
この時はドラミさんの兵器が起こることです。うわー、やめろ、怖え。あと2人やぞ。頼む。コントロール弱なら完璧やろ。いるかな。あと2人、あと3つ、あと3つ。ショートユキノ。ミオさんの気持ちどういう効果あるの？金徳は調子安定ですね。まずい。コメントをスキップします。頼むよ。ごえ。きついな。帰ってきたら何かすごいことになってる。取ってくれ。ナイスキャッチ。素晴らしい。本番じゃなかったのかもし。いや、本番の方が良かったのにな。うわあ。裏だからさよならのリスクは。ゲッツーで終わる。勝てる。1年生に決勝のマウンドを任せるとは。コメントをスキップします。ナイスー、6年目初優勝甲子園ありがとうございます。1年生頑張った。稲尾コメントをスキップします。稲尾強すぎんだろ。コメントをスキップします。いや、ありがとうございます。バラクルテルキバー、コメントをスキップします。勝ったぜ。よかったらまた高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントをスキップします。天下に響き我が力。